Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 小池。8月27日。Happy birthday to you. 美味しいケーキ買ってきました。おめでとう小池さん。ありがとう。こんな61人もらって長生きしてよかったな。すごいケーキですね。こんなに長いの？一応助けなわけ。ああ、そうだ。今日は蛍光バンドを巻いて曲を演奏するっていう素晴らしい企画をやってみようかなと。いいですけどね。これでうまく弾けるかやるのと、これでうまく弾けるかどうかやるのと、どうぞ。なんか映画に出てきそうだ。いや、俺普通目つぶって弾かないから全然問題ないのに。あ、そっかそっか。あんまり喋れてないとこが面白い。これから銀行強盗に行くぞ。めっちゃ目立つやん。この銀行強盗。鼻が何痛い鼻の穴。いけてる。いけてる。こっちの鼻だけこう、見ても盛り上がんねえから痛い鼻の穴。痛そう。シリコンのものいけてるメンズ。これで冷凍するの。なんで小田さんの巻き方変でしょ。いいじゃん、ギターがなんか見ますから。明日バンドやれよ。痛そう。曲練習しろよ。鼻上向いてる。鼻も鼻も気持ちも上向いてます。じゃあ消すよ。じゃあ行きます。あれ、これでも鼻上向いてるとか全然ない。ちょっと待って、残念ながらさ、残念ながら蛍光灯が見えないんですけど、あの、せっかく顔やってもらってるけどさ、光ってないんですけど。これ、あれなんだよね、光一回蓄えないとダメな感じなんだよ。ああ、そうっすね。ああ、そうなんだ。もったいない。2時間ぐらい、せっかく買った。時間になったら、これでやる。だからね、
入れとかできなくなる。なんかあんまり。小池さん、ドレッダーのバンドはどうですか。バンドだろこれ。もう抜けようかな。ちょっとなんか企画とずれて遊び始めちゃった2人です。フィフスエレメントみたいですね。我々は地球にやってきた。ここは日本らしい。君は幽霊。我々は友好的な関係を結びたくてやってきた。あれ普通にしてても落ちないんですけど。すみません、ね、面白いんですけど頭にくっついちゃいました、はい、一部と貸したみたいですね。でもそれ囚人だな。それはもう持って帰ってください。これ上向きには何なのか。完全にスタジオに怒られるやつですね。アップしたら怒られるかもしれないですね。怒られるね。楽器はなんてことすんなみたいな。つけてみて。書いてるみたいじゃない。新しい表現方法を発見した。もういいもうダメだ。